なんと経済研究所が家庭の暮らし向きについてアンケート調査をしたところ前の年より改善したものの先行きが厳しいと感じている人が多いことが分かりましたこの調査は去年10月なんと銀行の来店者700人を対象に行われたものですそれによりますと 家庭の暮らし向きが1年前に比べて良くなったと答えた人から悪くなったと答えた人の割合を差し引いた指数はマイナス34.1でした。これは前年の予想を上回っており、県民の暮らし向き感がやや改善したことがわかりました。大企業中心に賃金が上昇したことや新型コロナの影響を出したことが要因とみられます。しかし、 今後1年間の暮らし向きを予想した指数はマイナス38.9と、現在の指数より4.8ポイント低下し、先行きが厳しいと感じる人が多くなっています。また、1年前と比べて消費支出が増えたと答えた人から減ったと答えた人の割合を差し引いた指数は59.7で、前回調査より10ポイント以上増加しました。 支出がが増えたた理由で最も多かったのは物価が高くなったで8割を超えていますなんと経済研究所では今後1年で消費支出を今より減らすと答えた人はすべての年代で増やすと答えた人を上回っており先行きへの不安から節約志向が高まっていると見られるとしています。